サキュバスを表す16世紀の彫刻サキュバス、またはサッキュバスは女性のリリンデーモン、または通常は性行為を通じて男性を誘惑するために女性の形で夢の中に現れる民間伝承における超自然的存在。翻訳はジョムマ、またはジョイマ。男性型はインキュバスである。キリスト教の教義では、サキュバスは悪魔扱いで、天使や悪魔は実体を持たない霊的存在であるとされるため無魔とされたのだが、後にサキュバスは夢の中に出現せずに肉体を持った状態で登場することが多くなった。その肉体的な正体に関しては悪魔であるので、死体を利用して憑依している魔的な方法で、セックス用の肉体を構築している。やはり霊体であり、性行時の肉体だと思っているのは幻覚であるとの説。また、17世紀イタリアの神学者ルドビコ、マリア・シニストラリは、著書にて、サキュバスは悪魔ではなく樹木の精霊であるとしている。宗教的な伝承においては、サキュバスとの繰り返しの性行為は、健康や精神状態の悪化、あるいは死をももたらすと考えられている。現代の表現では、しばしば非常に魅力的な誘惑者、または魅惑的女性として描写される。一方、過去には、サキュバスは一般的に恐ろしいもの、悪魔的なものとして描かれていた。サキュバスの容姿に関しては、魅力的で美しい女性であると言われるが、これは、幻影や魅了でそう思わせているだけで、実態は、醜いとの説もある。また、男性系のインキュバスとは、表裏一体で、サキュバスの姿で男性から精液を採取し、それをインキュバスに変身後に、女性へと注いで望まぬ妊娠をさせる存在と、トマス・アクイナスは、神学大全で記述しており、両性具有の同一者であるとも言われている。サキュバス、オーギュスト・ロダンの彫像。この名前は、後期ラテン語で、愛人、恋人を指す、サキアバに由来している。また、ラテン語のサキアベールから来ているとの説もあり、これは性行時の体位で下に寝るものとの意味。サキュバスという名前は14世紀後半に成立したものである。英語のサキュバスは後期ラテン語サキアバをインキュバスに倣って変形したものである。バーニーの浮き彫り、ヘンリー・フランクフォートなどによってエミリー・マーフィがサキュバスの女王と表現したリリスと解釈されることもある。バビロン第一王朝時代の有力の彫像。ゾーハルとベンシュラのアルファベットによれば、リリスはアダムの最初の妻であり、後にサキュバスとなった。彼女はアダムの元を去り、大天使のサマエルと一緒になると、エデンの園に戻ることを拒否した。カバラによると、大天使サマエルと繋がったサキュバスは4人いた。リリス、エーシェト・ゼヌニム、アグラット・バット・マハラと、ナーマの元は、悪魔の女王だった4人である。サキュバスは美しく若い少女の形をとるかもしれないが、より綿密な検証では、彼女の体に鳥のような爪や蛇の尾のような異形を発見するかもしれない。民間伝承はまた、サキュバスに性的挿入する行為は、氷の洞窟に入るのと同じようだと記述しており、またサキュバスは、外陰部から尿や、その他の体液が垂れ下がる不快感を軽減するために、男性にクンニリングスを行うように強要するとの報告がある。後の民話では、サキュバスはセーレームの形をとった。パラケルススはメルジーヌはサキュバスであるという見解を持っていた。サキュバスに襲われた男性は、いわゆる無精をした状態となり、無精はサキュバスの仕業と信じられていた。また、一部の地方では、枕元に牛乳があると、サキュバスはそれを精液と間違えて持って行くと言われ、悪魔よけに小皿一杯の牛乳を枕元に置いて眠るという風習があった。ロビスコリンと聖アントワーヌの誘惑。悪魔たちはサキュバスを使って聖アントワーヌを誘惑しようとした。歴史において、ハニナ・ベンドーサやアバエを含む司祭とラビは人間に対するサキュバスの力を抑止しようとした。しかし、すべてのサキュバスが悪意を持っていたわけではない。ウォルター・マップの宮廷人の漢話によると、教皇シルエステル2世はメリディアナと呼ばれるサキュバスと関係したことが彼がカトリック教会で昇進することの助けになったと言われている。死ぬ前に彼は罪を告白し、悔い改めて死んだ。13世紀にアルベルトゥス・マグヌスは夜間サキュバスに襲われることなく、男が眠ることはほとんどできない場所があったと記述している。ジョバンニ・フランチェスコ・ピコ・デラ・ミランドラは、姉とも寝たことがあるほどの女性経験がある男が、アルメリナと名乗るサキュバスから、今までにない快楽を与えられ、夢中になっていると述べている。スコットランド王ジェームズ6世は、著書、デモのロジーでサキュバスに言及している。ニコラ・レミによると、サキュバスのアブラヘルを抱きしめた、ペトローン・アルメンテリウスは、四肢が硬直した。また、ヘンネツェルという男に近づいた、シュバルツブルクという名のサキュバスの中は、氷のように冷たい空洞であり、ヘンネツェルは絶頂にも至ることなく、彼女から離れざるを得なかった。ルドビコ・マリア・シニストラリは、著書、悪魔間、あるいは、インクブスとスクブスについてで、サキュバスの説話を2例挙げている。一つ目は、メニプス・リシアスの例で、彼と同居していた女は、床上手で、リシアスは骨抜きにされていた。ついには、彼女との結婚を承諾し、披露宴を行うが、出席していた哲学者の一人が、女の正体はエンプーサでありサキュバスであると見破った。すると、花嫁は、金切り声を上げて泣き叫びながら、姿を消した。もう一つは、スコットランドの若者の例で、その若者は部屋や窓を完全に閉じていたにもかかわらず、何ヶ月にもわたって美しいサキュバスの訪問を受けていた。サキュバスは寝室へやってきては甘い言葉を囁き、姦淫を犯すよう誘惑した。しかし、低血な若者の心を変えることはついにできなかった。1462年、イタリアのボローニャで、ある男性がサキュバスばかりの売春宿を経営していた罪で処刑された。1486年に、ハインリヒ・クラーマーによって書かれた魔女に与える鉄意によると、コブレンツでは、ある男が妻と友人の前でサキュバスと性交することを強制された。その成事は3回続けて行われたが、サキュバスはさらに続行することを望み、男は疲れ果てて倒れた。ピエール・ラパリは、悪魔は死んだ男の体からも精液を絞り取ると述べている。バンベルク魔女裁判の犠牲者であるヨハネス・ユニウスは、フィクセンという名のサキュバスを悪魔から与えられ、サキュバスの指示に従い成功した罪などで処刑された。ジョリス・カルル・ユイスマンスは、新しい小説の創作のため、悪魔について、博識と名高い司祭のジョゼフ・アントワーヌ・ブーランに、サキュバスの資料を提供するよう求めた。ユイスマンスは、ジャン・ボダンやシニストラリが書いた文献ではそれについて、知るのに不十分と批判していた。ブーランは自分は誰よりもサキュバスについての情報を持っていると自信を示し、ユイスマンスの申し出を承諾した。ブーランによると悪魔や死者の降霊の際に使用される硫体という物質が存在し、サキュバスは死者に硫体で作った体をまとわせ、それを犠牲者のもとに届けるという。この場合、死者は地上で土に帰った元の体ではなく、流体で作られた新しい体で現れる。別の場合だと、サキュバス自身が、お仏から立ち上る流体を用いて人間の体を得る。サキュバスは、このように流体で作った人間の体を使って、生身の人間と交接する。ユイスマンスはブーランからの情報を受け取り、彼方の中で、サキュバスの正体は、悪魔ではなく魔術師によって呼び出された死者の霊だと主張する登場人物を描いた。ユイスマンスはブーランのことをアリー・ジュ・プランスに送った手紙の中でサキュバスを呼び出す神父と表現した。アレクセイ・ニコラエビチ・マスロフはサキュバスを人の精神を支配する手段として肉体の破壊を試みる女性の姿をした悪魔と記述している。心理学者のスタン・グーチは自身がサキュバスに遭遇した体験について語っているが、彼の話によると、サキュバスは自身が今までに出会ってきた女性が合成されたような存在だったという。しかし、自身の記憶に一切ない要素も、その存在に備わっており、サキュバスは彼の記憶によって立脚している部分があるにもかかわらず、想像のみによって作り上げられた存在ではなく、本質的に独立した存在であることが分かったと述べている。その後、彼はサキュバスと性交渉を結んだというが、その行為は非常に快いものであり、部分的には現実の女性との性交渉の快楽を上回っていたと述べている。ジェフリー・バートン・ラッセルによると、サキュバスが男を誘惑するのは、自身の快楽のためではなく、相手を辱めて堕落させるためであるという。ジャン・マルカルは、リリートないし、アルダとリリーはサキュバスであると述べている。彼によるとリリートは、乳房に乳がない処女のサキュバスであり、性交をせずに、男と性関係を持つという逆説的な存在だという見解を示している。カバラとラシバによると、リリスを除く三人の元悪魔の女王、アグラット・バット・マハラと、ナーマ、エーシェとゼヌニムは子供を産んでいる。他の伝説によると、リリスの子供たちは、ディリンと呼ばれている。魔女に与える鉄槌によると、サキュバスは、自分の誘惑する男性から精液を集め、その後、インキュバス、または、男性の悪魔が、人間の女性に性的挿入する際に精液を、使用することで、悪魔は明らかに生殖できないという伝統的な考えがあったにもかかわらず、子供を設けることができると説明している。そのように生まれた子供たちカンビオンは、生まれながらに異形なもの、あるいは超自然的な影響を受けやすいものとされていた。この本は、人間の男性の精液を注入された人間の女性が産んだ子が人間ではない理由については、触れていないが、精液が女性に注入される前に変更されている可能性があると説明することができる。しかし、自然に反した解任であったがために子供は異形に生まれるという伝承もある。ルイス・スペンスのオカルティズムと超心理学の百科事典は、サキュバスは直接子供を産むことができ、前述の人間の男性の精液を別の人間の女性に注入するというプロセスを経る必要はないとしている。医学の分野では、サキュバスとの出会いに関する話は、宇宙人による誘拐を報告する人々が金縛りに遭っているという現代における現象と類似しているとの考えがある。したがって、サキュバスとの出会いを経験している人々の歴史的な説明は、おそらく金縛りの症状であり、その時代背景の文化に基づいた幻覚である可能性があることが示唆されている。歴史を通じてサキュバスは音楽、文学、映画、テレビ、そして特にビデオゲームや漫画アニメにおいてありふれたキャラクターである。現代フィクションでの典型的なサキュバスはビキニやスリングショット、ノースリーブレオタードなど露出度の高い戦場的な格好をした女性、もしくはインキュバスを兼ねる両性具有であり、頭部に角、背中にコウモリのような翼、尻に矢尻のようなスペード型の先端を持つ尻尾がそれぞれ生えている悪魔的な姿であることが多い。しかし、これらのパーツは必然ではなく、角や尻尾が欠けている、任意で自在に出し入れできるといった設定も多い。エミリー・マーフィは、パインの種でアダムの最初の妻、リリスをサキュバスの女王と表現した。ラルフ・アダム・スクラムは、サキュバスを巨人の力を持ち、ゼリー状の不定型な死んだ行為かを思わせるような濡れた氷のような口で必死の抵抗を試みる犠牲者が窒息するまで口、水し続ける極度の恐怖を呼び起こす怪物として描写している。ハワード・フィリップス・ラブクラフトのレッドフックの恐怖ではサキュバスは魔術の女神ヘカテを崇拝していた。妖精辞典異世界からの訪問者で著者の篠崎功は日本では、ウィザードリーがサキュバスのキャラクターイメージを一般的に持ち込んだとされ、特に1987年にファミリーコンピュータ版、ウィザードリーのモンスターデザインを担当した、末見淳のデザインが秀逸だったため、海外へ逆輸入に近い形でこのデザインが広まったとの説を唱えている。そして、蒸気のようなコウモリの翼を持ち、戦場的な衣装をまとった現代フィクションの典型的サキュバス像は、その後登場したコンピュータゲーム、ディアブロやヴァンパイアシリーズのサキュバス像にも影響を与えていると指摘している。能力的には幻覚や陰夢を見せたり、マガンや体液に含まれるフェロモンのような催眠成分を周囲に蒸散させたり、陰気を増大させて対象を魅了するサキュバスが多く、大抵は対象の性欲増大と同時に精子製造能力をブーストさせて大量製造させ、それを作成して犠牲者を死に至らしめる力を有している。しかし、無我的なサキュバスの中には成功せずにエナジードレインという形で、キスなどで接触相手の勢力や経験、ロールプレイングゲームでいうところのレベルを奪うタイプもいる。中には、己の姿を隠す、または成功の場を用意するための結界を張れたり、瞬間移動や次元転移のような移動能力に優れたサキュバスもおり、攻撃魔法や治癒魔法のような魔術を駆使する魔法的才能に優れた者もいる。表記はアルファベット50音で登場作品名、キャラクター名の順。固有名詞なき者は種族名のみ表記。漫画小説ゲームコンピュータゲーム。ありがとうございます。